では次の方よろしくお願いします。三谷さん、ご紹介ありがとうございました。はい、B ツールの永井です。 B ツールのブランド名はビートとツールの組み合わせた用語になっています。ビートというのは心に刺さる日用品を提案したいという思いが一つと、道具とは何かっていうのをかなり深く考えて作りたいと思ってますので、 Be a tool という英語を縮めた形にもなっています。 Be tool で、製造したいと思っている道具は基本的には日用品です。日用品だけれども、視点を変えて、日常を楽しむような切り口を見出すというところに特徴を設けています。生活必需品と贅沢品っていうのはもうすごく極端に分かれていまして、生活必需品はもう誰が作っても同じようなものを安く売られています。で、一方でその贅沢品は基本例えば一品物であったり、あなただけの特別なものですよっていうのがものすごく高価で売られています。安く広く行き当たっているものと少量で高いものと、それとどちらとも違う方向ですね。日常品なんだけども高価な価値があるもの、そこを狙いたいと思っています。具体的に開発を進めているものとしてましては、一つは、お箸ですね。箸置きの中とお箸の両方に磁石が組み込まれていまして、で反発力で、浮くようになっています。当初開発品を出したときにメディアに取り上げられたりもしました。ただこれを商品化するにあたっては非常にその手の込んだ製造工程が必要でしたので高くてですね、普通の感覚でのお箸の値段から見るとあまりに高くてほとんど売れるようなものではありませんでした。で、最近デジタル加工をですね、駆使してできるだけその製造段階では自動化を進めて、で、もちろん仕上げは京都の職人さんに仕上げてもらって漆で、表面を処理していただいて、ちゃんとした工芸品のお箸として成り立つ品質を担保しつつ、中にその組み込まれた磁石で浮くというその面白さを表現しています。これどうして浮かせるのかというと、単に面白いからではなくて、これのどこがその人の成長になるのかというと、この反発力で浮かせるというのは非常に不安定なんですね。だからその乱暴に扱うとすぐに外れてしまう。ですからそっと上から置かないと、きれいに浮かないんですね。そのためにその乱暴に扱わないで知らず知らずのうちにこうお箸を持ち替えて上から丁寧に置く。というふうにならざるを得ない。それをこう日々使っていると自然とそのお箸のきれいな所作身につくだろうというようなことを、まあ、裏の狙いとして持っているお箸です。で、もう一つ別に今、開発中のものが、このカスタネットのような楽器です。音程が感のあるもの、木琴のようなものはやっぱりバチがいるんですね。バチなしで音程感が出せないのかということを研究しまして、ここにその作品がありますけれども、ヘルムホルツ共鳴という、現象を使っています。このカスタネットのこの容積を変えるとか、その突起の高さを変えて閉じた時のこの口の開きを変えることによって音の高さを、自由に変えることができるということを見つけました。これが面白いのはですね、まあ、ドレミファソラシドみたいなことができるっていうだけではなくて、この音、それからこういう音、それからこういう3つの音がそれぞれの空間になって同時に鳴らすことができます。まあ、ある種の和音になっているわけですね。まあ、こういうカスタネットのような打楽器で和音が鳴る楽器というのはおそらく、世界初めてじゃないかなと思います。ではビデオの方を見ていただきたいと思います。これは先ほどのお箸の、サンプルですね。ではそれからこれがカスタネットですね。
異なる2つの音の高さが出ています。これは1つのカスタネットで開き具合を変えて音の高さが変えられるというカスタネットです。まあ、その手拍子に近いような新しいその打楽器感というのを達成することができるかなと。これは音の高さを変えたこの並べとピアノのような鍵盤楽器のような感じで弾ける打楽器を、こんな感じでですね、こういうような形の打楽器なんですけれども、これまでないような演奏の仕方を楽しんだりすることができると考えています。ビートゥールのコンセプトと、いくつかの商品についての説明をさせていただきました。お金がなくてもある程度、面白いものがアイデアが、実装できる世の中になってきました。いろんな人のネットワークの中で力を借りて物を作ったりあるいは売ったりすることができるようになってきました。ぜひそういうチャンスは生かして頑張っていただきたいなと思います。一人でやるんではなくて、ネットワークの中でいろいろアイデアを試して鍛えてビジネスにつなげる、ビジネスで成功するっていうところでみんなで一緒にやっていけたらいいなと思います。それでは、次のハードウェアスタートアップの方よろしくお願いします。